ばんは、林部聡です。さて10月も残すところあと1週間ほどとなりました。さあそれにしても今月上旬中旬くらいまでですかね、夏のような陽気が続いていましたね。まあ、服選びにも一苦労したような気がします。特に僕はツアーで札幌に行ったので、まあ、本当に羽田空港まで、その日ね30度近くあって、東京がで T シャツで行って、で札幌が15度ぐらいしかなくてね、で空港について急いで上着を出して着るみたいな形ですけど、なんかやっぱりそのぐらい気温違うと体調崩す気持ちもわかるななんてことは思いましたね。寒くなるのは嫌ですけど、寒くならないのもなんか嫌なもんですよね。まあ基本あったかいのが好きですけど、なんかやっぱり地球的にこれはおかしいなって思うのも、なんか違和感を感じることはちょっと嫌だなと思いますね。ところで林部さん鍋始めましたか？ミヤディですね。我が家はもう暑かろうが寒かろうが鍋始めてますということですが、うちも鍋始めてますね。まあ野菜取れるし、そして冷蔵庫に入れなくてもまあなんとかこの気温だったら大丈夫かなと。まあ本当にさっきお話したように10月の上旬くらいだったらまだ腐るのは早かったかなと思うんですけど、やっぱり次の日もそのコンロに置いたままでいけるのはいいなと思いますね。冷蔵庫がねそんなに広くないから、その入れたくても入れれないから保冷剤たちを周りに囲んでみたいなことはやってたんですけど、それでもやっぱり夏場鍋しちゃうと、あの次の日ちょっと匂った時はもう最悪ですよね。まだ食べれるの結構残ってた時にもう捨てるのさえめんどくさいですよね。めちゃくちゃね、自分で作っておきながらなんですけど、だからそんな意味でも冬っていうのは鍋は持つからいいよね。皆さん何鍋好きでしょうか？僕が一番逆にやらない鍋ってキムチ鍋なんですよね。なんか若い時に結構食べ飽きたなっていう感覚があって、まあ今いろいろあるじゃないですか、ごま豆乳鍋、カレー鍋とかね、いろいろあると思うんですが、生姜鍋最近食べてすごい美味しいなと思いましたね。自分でも生姜すってバーって入れたり、もともと生姜鍋の素みたいなものも売られてて、で、まあ、きのこ鍋、きのこをたくさん入れてね、生姜味にしたりとか、あとは豚肉も合うし鶏肉も合うしっていうことで体も温まるしね、ぜひ皆さんもやってみてください。さあ